もう正月終わっちゃう。え、まだ終わらないやろ。味噌でめっちゃ保存した。本当ですか。とか本当めっちゃ何もしてない。嘘、何もしてないはないけど。こんばんは。時短メイク。なんかさ、前髪伸ばしてみたいなって思ったんですけど、でも歌唱力の時は上げたくないなって思って悩んでます。今上げても上げなくてもいいぐらいの。おみくじの内容は秘密です。わあ、シェイクシェイク食べた。いい眉ですね。本当ですか。結構広いんよ。髪染めたことないです。今日買ったピン、こんばんは。トミチと呪術廻戦の話ができると思うと嬉しい。したかったんですか。言ってた。そう、呪術廻戦見始めて今の今まで見てたんですけど、でもまだ7話8話とかそんな。カフェオレ飲みます。年始に迷ってたやつ、これここにぽっこりできちゃいました。悲しい。4日までに治るかな。今日買ったんです、このピン。これのね、青もあるのよ。なんか2個セットだったんです。今日鼻筋すごい。2個セットだったんですけど、1個あっちにある。笑っちゃった。確かにマロンちゃんだ。無色転生もう気になったかも。なんちゃんめっちゃ可愛い。ありがとう。頑張ってみよう。
ちゃんと姉もねっていうところの、なんちったらいいんだ、アクセサリーショップのやつです。持ってこようかな。今宵月はどこを照らす、マスクよマスク、これ絶対マスクが当たるところだもん。カールさんめっちゃ可愛い、ありがとう。爪磨きすぎてピカピカ、マットな、マットの透明のネイル塗ればいいんやない。パパリトーリーなのかよいしょ。あ、そうなんだ。そしたら抑えられるよこれ、なんか青緑みたいな。癖がすごいね、ジェラードンさん。なんか SNS で見た、ご本人が出ますっていう書いてるの見なきゃ。巾着袋いいね。これイルビゾンテの、あのお財布買った時についてきたやつをメイク道具入れにしてます。めっちゃいい。うん、逆にお影にするっていう案はどうでしょう。お、こっちの方がいい感じや。マスク目。テレビで今村さんがシャトルランしてるの見て好きになりました。なんで？なんで？でもあれもうちょっといけたかもしれないんですよね、あのシャトルラン。やっぱね、ヒートテック着て長袖着とったけん、あの体がすぐ熱くなっちゃって。でもそんなたらればを言っても意味がない。私はあれだったんだって思いますけど。シャトルラン萌え、シャトルラン萌え、こんばんは。短距離が得意ねえ。ヒートテック脱げばよかった。基礎体力レベル高さ、中学生までずっとあれなんですよ、あれ症状もらってたの、身体力テスト。目近くないよ。でも鼻が高いかも、なんかいい感じにハイライト、なんだアイシャドウじゃないや、ハイライトとシェーディングできました。ここ向いとったら全然わからんくない、ここ向いて喋ろうかな。こうやってブログ読んだ、ありがとう。でも50メートル走最速だったと思う、あの 8. 何歩今までの自分の中では。みちゅ今年114位だったので。何が？まあえっと、走るの好きなのね。いや好きじゃない。好きじゃない。うん、何
年か前の妹捨て走った時とほとんどタイム変わってないのすごかった。マジ？あら、そうなんだ。占い？あのケッターズさんの？ほぼさ、ほぼいろんなやつさ2位取ったのにさ、結局全ても2位ってさ、おかしいよね。でもおかしくないんですって。仕組みましたかって言ったけど、仕組んでなかったらしい。私はガチの2位だったらしい。ケターズさんの、そうなんだ。何年の時が私5位でしたっけ。何年か、1年前か2年前5位だったんですよ。ゲッターズさんの48内で5位だった。手相良かったっけ。手相良かったっけ。見たい、自分のそのやられとるところ。確かに写真撮ってないよ今年とか。4年前、4年前そんな前でしたっけ。ノエマの年じゃなかった、ノエマの年やったっけ。ゲッターズさん当たったねみたいな話しましたよね多分。やっぱ中国の、中国コスメって可愛いわ。ノエマ選ばれた年だったはず。あ、本当？そっかそっか。私あんまりね、占いに行ったことなくて分かんないんですよね、あんまり。タツの魚座、そう、タツの魚座です。この水面線のままいくと嘘でも、ああいうのって書けばね長くなるらしいけん、名前ペンで書いてこ。こんばんは、すごいいっぱいありがとう。パンパカ、最強運勢占い、ほえー、ギャメン。って数字の2に縁があるのか、多分そうだと思う。いや、まあ一つの見どころを作れてよかったですわ。やってないよ。メールも送らなきゃ。来ました、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。でも2が好きだから2嬉しい。8人目で悪い運は出し尽くしたと思う。初夢で髪染めてました私。肩を強くして、でも自分があんなに飛ばせると思ってなかったです。中学生高校生、高校生の時とか12メートルとかだった気がする。ノールック投法はいいんだなって
思いました。スペック。スペックが高いかな。オリアが可愛かった。本当。そう、これ顔のところには出んようになっとんやね。高校受験番号何番か覚えてる？覚えてない。何番だったんだろう。10なんか1と0があった気がする。苦手なことは球技と締め切り。これも年末特別警戒中。もう年始です。ドッジボールは下手。人に人に隠れる。悪い人です。剣で隠れて逃げ回る。顔面セーフという凶悪なルールね。体に当たりそうだったらさ、しゃがんで顔に当てればいいんですよ、自分の。おめでとうございます。球技するとき積極的にボールもらいに行こうとするタイプ。バスケはそう。バスケ以外はそうじゃないって感じです。楽しいよね。新しい500円玉は次の日に手に入れました。よけるポーズ。今日4つ目6とか。バスケ下手よ。下手なくせにやりたいから、へいへいって自己主張は強い。あとあれめっちゃする。なんだっけ、あのなんだっけ、キープじゃなくてカバー、カバー
バリア？え、バスケ部なんですか？いや、多分ドラベとトラベリングする。ディフェンス。あのゴール決めようとしてる人にこうやって取るぞ取るぞってやる人。もうゴールシュートするぞっていう時の人。ブロック。ブロックかな？ディフェンス？そうそうそう、これだけ知ってる。トラベリング。邪魔な人やります。あなたに後半は広島の街がたくさん出てくる。なんで？諦めたら。ダンクシュートって何？ああ、無理無理無理。ぶら下がるやつですよね、最後に。全然わかんない。そう、バスケってあれですよね、ゴールするところからさ点数違うから面白いですよね。インターハイが広島。あ、そうなんですか。見よっかな。いや、多分下手です。あんまり自分を傍から見たことないけど。初めてコメントしてみた。ありがとうございます。うんうんうん。でも今呪術廻戦見てるからな。この三浦も出てくる。すごっ。広島好きなんかな。スラムダンクの書いてる方。ねえ、書き初め配信。確かに大変なんですよね。バスケ前のかな、どうなんだろう。私わかんない。多分下手です。あのバスケっぽいやつならできる。多分あのボール持って散歩とかは多分歩いてたと思うんですけど、あの高校の授業でやるぐらいのガバガバルールだったらできる。ストリックサッカー。地に応援されたらそのチーム強くなりそう。そうかな。そう、球技めっちゃ苦手。球技大会なかったです、自分の行ってた学校は。どこもどこも中学も高校も球技大会なんてなかった。じゃけん、なんか見るやんか、あれで、なんだ、アニメじゃなくて漫画で、なんかあるあるっぽいからさ、私からしたらないないなんですけど。
かったんですよね。ステーキ食べてない、牛タン食べました。ボウリングの経験人生で2回。でもストライク全倒しはしたことあります。得意なスポーツはダンスダンスしかない。合唱コンクールはありました。私は中学校もあったっけ、中学校もあったっけ、高校はあったんですけど、中学もありましたね。でも高校は3年生はなかったんですよ、あの受験だから。だから高校は1年と2年の2回しかなかったんやけど、両方最優秀賞取って、中学校もでも全部の学年の時賞取った気がする。才じゃなかった気がするけど、優秀賞、葛西優秀賞は取ってた。アルトとソプラノは少ない方に行ってました。でも私がすごいんじゃないと思う、たまたまですそれはそう、たまたまなんかみんなが上手かったんだと。だって一人のさけあれじゃさ変わらんやん、合唱なんて。自分の力って思ってないんですけど、でもめちゃめちゃ声出してた。いやどうなんかな、そうそう、メール送りますね。何歌ったかな、覚えてないんですね、あんまり。あれ歌いました。でもあれは合唱コンクールじゃなくて、卒業の時にあのエグザイルのアツシさんの道っていう歌、初音ミクも歌った、桜の季節。桜の季節お別れだねみたいな、何だっただろうな、何を歌ったか忘れた。あれは生き物係さんも歌った気がする、エール。あとはあなたへ送る歌みたいな、なんか合唱曲、なんだったっけな。あ、馬歌ったかも。いや、エールとかは、あ、アカシ歌った馬娘じゃない、私
私からあなたへこの歌を届けよう。広い世界でたった一人の私の好きなあなたへみたいなやつですっけ。うー友達うー面白い、やってみたい。でも見てみたいですね、うまびおいの合唱バージョン。くうん黒歴史。ちょっと待ってくださいね。キルバト何時からやろ。君は今か5分だ。いやもうめちゃめちゃ泣いてました、私卒業式。48の曲歌ってないかも。ビリーブ歌いますよ。10分後。中2の時は指揮者しました。うん、すごい。何の歌だったかな。忘れてしまったもん。なんか誰も指揮者やりたくなくて、でじゃあ男子から1人女子から1人選出しようみたいななって、多分自分が歌とかダンスをさ習いに行っとるっていうのをみんな知っとったけん、私が選ばれたんですよ。で男の子も選ばれて、でなんかでもその人がなんかやりたくなさそうだったからやりました。効果も全然覚えてない。中学校の校歌の方が覚えてます。高校より。多分歌詞見たら思い出すんでだろうけど、そう歌詞は全然覚えてない。ここが来年で20歳。え、嘘やん。あ、来年か。来期じゃなくてね。文化祭の思い出。文化祭の思い出もあんまりないんですよね。焼
きそばとワッフル打ったっていうのと、なんか高3はお仕事できなくって、これね何回か話したんですけど苦い思い出です。クラスティーは作りました、家にまだある。担任の方が水野先生だったけん、水野のマークで、で2年4組だったから、なんか水野のマークでなんか4みたいな模倣してる感じ。高3で STU、 そう高3 STU でした。ねえ女装なんか考えたの先生じゃないです、誰だったかな、クラスの誰かですね。選挙のやつが高3の文化祭とかぶって、でも沖縄は結局台風来て総選挙のライブとかができなくて、なんかそのライブリハのために撮られてた日が文化祭当日で、で結局みんなが文化祭してる時にあのホテル待機でっていう感じだったので、でのやつ、そう、ね、沖縄懐かしい。修学旅行行きました。そうですね、そう羨ましかった。だからあみんな今、ね、高3の人は踊るんですよ。でもう自分の私が振り付けを 4,5 人と一緒に 4,5 人で振り付けやっとって、4人か4人おったんよ、あのクラスにダンスをしとる人が。そで一緒に振り付けして、自分の自分の立ち位置もね作ってたんですよ。でも結局そう出れんっていうのに出れんってなって、そうでも立ち位置開けたまましてくれて、いやこれなら出れとったやん、せっかく立ち位置作ったのに。そうそう大好きな人懐かしい。まあまあ振り付けのアイデアってどんな風に生まれる
でもその高校のクラスの振りだったから、もう大半ダンスしてない人じゃないですか。だからもうみんなが踊りやすい、みんなが踊れる感じの、でもなんか大きく動いてて、なんだろう、はなんかハイスクールミュージカルの歌だ、曲だったんですよ、踊る歌がね。だからはっちゃけてるっていうかノリノリな感じで、あのうまく見えるっていうか、いい感じに見えるやつを作ってましたね。だからさ、ハイスクールミュージカルの曲だから、あの英語だったから、なんかそんなに意味は考えて作ってなかったんですけど、でハイスクールミュージカル見よったけん、そんな感じでみたいな。体育祭の応援出したことあります。中2の時にしました、ポンポン持って。着てないっていうか、私出てないからちょっとあんま覚えてないんですけど。メール来た、ありがとう。イルボタ始まりました。通貨、そう、先生で一番思い出深いな。中3かな。あれ中 2？ 中3。What time is it？ あ、そうそうそう、それ。私の一緒にいる友達4人で一緒にいたんですけど、一人と担任の先生がめちゃめちゃ仲悪くて、連絡先持ってる先生とかいる、その中3の先生持ってる気がします。めちゃめちゃ仲悪かったんやけど、あの卒業してなんか同窓会だったかなとかで、一緒にっていうか仲直りしててびっくりしました。嬉しかったですね、なんか感動しました。っていう思い出があるから中3かな。なんかめっちゃ応援してくださってたし、私の活動を。そう、なんか先生からあの毎日提出するさ、日誌みたいなやつ
間あって、毎日先生からこの赤ペンでさ帰ってくるみたいなやつ、なんて言うんですっけ、そっか、あったんですよ、毎日提出するやつで。なんかその友達がもうその担任の先生と仲悪すぎて、帰ってきた日誌をバーって床に投げつけてたりしてたそう、うわすごいなってなってて、そのね友達3人でさ、いやでもそんな大丈夫だよみたいな、その先生と友達のね仲をねよくしようとねしてたんですよ。でもなんか結局ならんくてみたいな、きっかけなんだったっけな、何にも覚えてないけど、そう、仲良くなってよかったですよね。いや覚えてない、何も覚えてないけど、それは覚えてる、投げてた覚えはある、うん、じゃあ内心良さそうなイメージ、うん、私じゃない投げてないです、ランドセルはなんかピンクって言って売られてるけどほぼ赤でしたね。なんか日に当たったらめっちゃショッキングピンクみたいな、ほぼ赤に見えるけど売ってる名前はピンクでした。うん、声上げて怒ることあんまりないですね、静かに。キャラメル色、かわいい。ランドセルはどなたから買ってもらったの？なんか家族で大阪に行った時に親に買ってもらいました。エリアコと同じ、確かにそうだ、中学校の頃はパカパカ持ってました。パカパカのなんだっけ、あれあの着信音、愛子さんでした、中学生の時。その頃から好きでしたね。そう。筆箱は何だったかな。筆箱めっちゃ買えよった気がする。着メロって最近しなくなった。
でもなんかありますよね、 LINE とかもさ変えれるんですよ。なんかあんまり分かんなくて、私はやってないけど。着せ替え、腕箱いつから無印に？去年か。マガジンお腹に入れて携帯じゃない、学校行ってないですね。地震がある、着信側で、受信側と着信側、受信側と着信って何が違うんだっけ。給食では何が好きだった、揚げパン、あの口がひっつくアイス、発信感。そう、なんかミルク味のアイスがあって、それがめちゃめちゃくっつくんですよ、口が。血が出るよね。そこまでくっつかんけど、血が出るのは大変やない？そう。でもめちゃめちゃくっつくやつがあるんですよ。そう。やだ。白いアイスが赤に染まるんだ。広島ならではの給食のメニュー、くわい、くわいめっちゃ好きでした私。いちも血が出た話は面白い、なんで？あったっけ今まで。特に好きな給食、いや特に好きな給食、揚げパンとアイスだけど、特に揚げパンかな。給食の記憶もないっす。2個じゃなくて1個に絞って。そう、お芋みたいなやつ。でもあのおせち料理にもくわいってねあるんですよ実は。芽が出てるのが縁起がいいって言って。でもあんまりね知られてないですよね。広島はね作ってるんですよくわいを。そう、わちも爪のとこがめっちゃ好きで、素揚げです、素揚げ。のどぐろのイメージ、のどぐろは食べたことないかも、一回あるかも。いや見た目すごい、すごい
しかも皮ついてる時は青いんですよ、皮が、くわいの皮って。カキフライは給食で出てました、出てました。広島ならではなんかな、カキフライって。ちっちゃい時は給食食べる時はちょっと苦手でした、カキフライ。なんかちっちゃい時はさ、一口でさ食べきらんやん、カキフライを。じゃけん半分かじってさ食べるけどさ、中の黒いぐじょぐじょみたいなのが見えるんですよ。それがうだって見た目がうーってなって、カキフライは苦手だったけど、ちっちゃい時は。今は好きです。カキフライも広島だけなんや。そっか、あれはワニ、ワニだっけ、なんだっけあれ、竜田揚げ、クジラか、あ、サメ、ワニ、三好の郷土料理、そうそうそう、それそれ。ワニって呼ぶのが広島特有なやつ。そう、本当はサメな、本当はクジラなんですっけ。ワニってサメのこと、あ、じゃあワニだ、サメだ、ワニという名のサメだ。なんか一回何だったっけあれ、あの何だったっけ、ストリップ一回食べました、私ロケで兵庫で。あれ兵庫で食べたわ、あれ広島じゃないわ。でも広島でも出てたんですよね。うん、違う生き物の名前を代わりに使わないでほしいね。給食は時間内に食べきれてたね、食べきれてた気がする、多分。いや全然おかわりしてないですよ。キャビアはスチューデンツで食べました。さっき間違えて友達の給食食べたことあるそんなことある。今日ワニ食べました。ワニ、ワニ、本当のワニですか。普段おかわりしない人がおかわりすると給食中が盛り上がらなかった。盛り上がってたかな、覚えてない。フォアグラが、なんか牛乳じゃんけんはあった、休んでる子がいた時に。あと牛乳アレルギーだった子がいて、でもそれは牛乳取ってないか。牛乳もアレルギーで果物もアレルギーでみたいな子がいて、すごい。果物なんてさ嬉しいやん、出てきたら。私個人的にはね、
だから許せないなって思ってた。そうそう、あとはなんか牛乳を振ったら美味しくなるよみたいな説が流れてて、中学生の時ですね。ん？中学生の時牛乳なんてあったっけ？そう、でもあったんですよ、その牛乳振ったら美味しくなる説を。パックでした。毎日牛乳みたいなやつ。そうで、なんか途中に言って、誰かが給食中の途中に言ったから、でもみんななんかしだして一人自分が開けてたのを忘れて振り始めた子がいて、なんかもうピションピションピションって牛乳が散ってっていう思い出もあります。うん、面白いよね。小学生だったかな、中学生じゃなかったかも。いや、でも中学生だった記憶があるんですよね。私じゃない誰か忘れちゃった。牛乳はパックでしか飲んだことないかも。いやーね、面白い本当に。瓶の内側開けるのが激ムズなの知らないと。知らない。そうなんですか。あのコーヒー牛乳は飲んだことあります。あの温泉の終わりに。すごっ。牛乳は三角のパックでした。いいなぁ。三角じゃなかったです、私は。三角が良かった。あのスーパーで買うような牛乳のちっちゃいバージョンみたいな。温泉企画、 STU チャンネルの温泉企画が。復活してほしいですね。チアスじゃなかった。いや、ふーちゃんと回ってたんですよ、温泉をね。私はあの撮影係というか、なんかメンバーと風景を一緒にした写真集を作るみたいな、 STU 写真集みたいなのをね作るっていうあれで、ふーちゃんは瀬戸内の温泉を回るみたいなで一緒に行ってたんですよ。 2,3 回行ったんですけど、もう1回も行ってないですね。
2回しか行ってないかもしれない。え、2回行ったかな。あのストーブはありました、小学校の時。中学校はもうなかった、エアコンだった。サウナ好きですか、うん、あったら入りますね。2回か。確かに、おきちゃんがついでくれるか。そう、なんか中学校がね、結構いい感じだったんですよ。あの時に撮った写真ってどっかに行ってたっけ？出てない。サウナ耐えられないですね。九州の温泉は行かないですか？瀬戸内を回るってあんまり温泉に行ったことない。あとプライベートで行ったこと一回、なんかみんなでお泊りするみたいな、そのダンス習っとった時にのみんな 4、5人ぐらいで行った気がする。でも温泉っていうかって感じでしたね。道後温泉そのチャンネルで行きました。こんばんは。ちょっと恥ずかしくないですか、温泉。知らない人とお風呂は大丈夫なの？って感じ。広島雪温泉じゃなかったっけ？ね。ふーちゃんの実家？そうですそうです、チャンネル、そうチャンネルって言ってた。できれば人のいない時に入って、わかる？なんか一人しか入れんやつがいい。あの部屋についとるみたいな。行ったことないけどそんなところ。あでもふーちゃんというそのチャンネルで一回行ったところはそんなところありました。ね、行ったことないけど。なんかいろんな理由があります。高いと思いますね。でしょうね。
前髪行ったことないかも。人のうちのお風呂もつらいよ。そうなの？まあ、そう、理由は何個かありますけど。旅行の夜の思い出ない全然覚えてない。メンバーと一緒にお風呂入ったことある？でもなんかその何て言うの、ホテルのあのホテルのお風呂に2人でとかじゃなくて、そうあの温泉みたいなのがついてたところにみたいな感じの入り方ですね。やだ、ドライヤーのパワー弱いところ。おきちゃんとか見てきそう。いや、おきちゃんは多分皆さんの想像通りって感じです観察、じっくり観察。おきちゃんはワニなのか。いや、どういうこと。ふくちゃんもやばそう。いや、ふくちゃんはサバサバだよ。あ、温泉用語なんですか、ワニって。ワニって何？どういうこと？ふーちゃんはお風呂では怪獣って聞いた。ふーちゃんいつでも怪獣でしょ。混浴に出るワニ？はその後配信で事細かに説明する。大変じゃん。陽気ちゃん本当に変な子。水面に目だけ出してるじゃん。あー、そういうことね。爽やか行ったことある気がします。誰がサメって言ったっけ。ああ、サメじゃん。サメか、サメじゃない、ワニか。うん、ね、
見てました、いやー思い出しちゃう、思い出してしまいますわ、おきちゃんのやばさ。フルーツ牛乳飲んだことないかも、あんまりないかも。妹と弟と妹かな、言わんよ、言うわけないや。すごい子ですよ。こんばんは。R18、 いやそんな、別にそんな、そんなわけではないけど、まあ、言おうと思えば言えるけど、やだ、なんかそんな細かくは絶対言わんし、あれやけど、想像されたくないので言いません。でもただおきちゃんはやばい人。そっか、みんな知ってますよね。どうなんや、いや別に全然バンされるようなことあるじゃない、今日私の誕生日です。お、ケイスケさん、ケイスケさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ、ケイスケさんおめでとう、あおめでとうございます。ケイスケさんおめでとうございます。いえいえ、おめでとう、うん、なして前髪上げてるんですか、伸びたから、こんばんは、いや
早寝じゃないですね。眉毛めっちゃ描くの重い。描いてないからです、多分ほぼ。眉マスカラしかしてない。明日も一日ゆっくりな日。そうですね、本当は三が日あんまり動かない人。今日誕生日です。お、ゆうさん、ゆうさんお誕生日おめでとうございます。もよいしょ、ゆうさんおめでとう、おめでとうございます。カズヒーサーさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、カズヒーサーさんおめでとう、おめでとうございます。待ってくれてありがとう。いつか M1 出るので出るください。うお、応援してます、見ます絶対に。おめでとうございます。配信の後は呪術廻戦の続き見るの。そう、見たいですね、見ようと思います。そのいや芸人さんってすごいと思う。なんか見てるさ、見てるものがあると、見始めたものがあるとプロジェクター買いたくなるんですよ。でも今パソコンで見てて、全然パソコンでことは足りるんですけど、って感じなんですよ。憧れがあるんです。推しキャラまだ7話ぐらいまでしか見てない。でも買いなよ、買おうかな。憧れてる人が一番正しいから作品見てるときお菓子とか食べないの。食べたいけどあんま食べないんですね。見惚れてる。うちがね欲しいなって思ってるので、一緒に高い買い物でもします。でも見入ってる、そう見入ってる。なんだここにした。そう、他にもやりたいことがあるからどうしよう。ね、でも
小さいやつがいいんですよ。スピーカーもパソコンの内蔵のスピーカー、そう、イヤホンもあるから、別にイヤホンでもいいんですけど、そのまま寝たりしてるから流しっぱですね。呪術廻戦って何話まであるんですか？12話。作品のレビューとか見ない？みなみのツイート見てないの？何の？スマホ内蔵のプロジェクト？スマホがなプロジェクトになるってこと？いやね、憧れますよね、大きい画面。ティッシュ、確かに。でそれなら携帯のままでいいよ。 VR ゴーグル、でも寝れんな。アニメは24、あ、24話なんだ。やった、まだまだ楽しめる。カウカウ詐欺、カウカウ詐欺ではない、買いたいな買いたいなループ。シネマルーム、いや五条先生かっけーってなってたけど、まつげの色それなんやってなって、ってなりましたね。おいでやす。面白い。キリッとしとってほしかった、私の中では。おいでやすネタ好きですよね。前もさ、なんか言ってたよね、おいでやすコメントしてましたよね。前も大好きじゃん。みんなめっちゃ笑っとるし、いや2個目はダメやね。映画館はどの辺の席で見るのが好き？一番後ろがいいな。ちょっとなんで？そうなんだ。でもやっぱ自信満々の人ってかっこいいなって思いました。
字幕派です。なんかそう、自信満々なのがかっこいいって思った。元気、そうそう、自信満々2022になります。うん。なんか浅くない？浅いかな、浅いかもしれん。でも自信満々で物事に挑めるのってそうそうさなくない？知らんけど、私がそうじゃないからかもしれんけど、根拠のない自信でも持ってた方がいいんですよ。自信って何ですか？自分を信じること？オセロで角を取れるような自信を持ちたい。どういうこと？何したんやろうね。深夜っても勉強してないから多分今回はダメだわって言いたいは。それもわかる。自然哲学的になるから好き。ほんと？自信という鎧を着てる人は強そうに見える。かっこいいセリフ。うちにメタメタ好かれたいから自信持っていきます。メタメタ確かにね。その上級者派は角を取らずになぜ勝てる。なんでオセロの話になった？そうなんですか？角取らずに勝てる、すごい。道は公演やライブには自信を持って臨んでいるの。自信を持った人を演じて臨んでますね。自信を持ってようにしてる、持ってるように、持ってるように見えるようにしてる。あ、そうなんや。昔先生に、ふえこんばんは。へえ、
オセロって角が決め手なのかと思ってた。持ち上げてもない、お財布ぐらい、お財布携帯。カフェオレ飲んでください。ありがとう。いただきます。オセロ世界大会とか見たことないや。白黒はっきり使わせればカフェオレに似てる。そういうこと？カフェオレを飲ませるためのみんなの誘導？オセロうまいけど角狙いますもうちゃん確かにわざとわざっとるわ。オセロ強いよ。ボードゲーム好き？ソリティア好きです。ソリティアって一人でできるやつですよね。じゃんけん弱そう。自分ね、高校生の時にね、じゃんけん大会でね1位になったことあるんですよ、学年の。人生ゲームね2回ぐらいしかしたことない。やっぱ一人っ子だったから一人で遊べるソリティア好きです。なんで高校でじゃんけん、わかんない、じゃんけん大会があってクラス別じゃんけん大会で、でじゃんけん大会に出る人をまずじゃんけんで決めようってなって、クラスで一番に勝っちゃって、でじゃんけん大会クラス代表として出るぞってなって、その学年で一番になって、結局プレミアムうまい棒をクラス人数分もらいました。ふん。AKB さんのじゃんけん大会に影響されたのかな、学校。うまい棒コンポタージュが好き。プレミアムうまい棒は20円なんですよ。で明太子味とステーキ味だったかな、で美味しかったです。これがプレミアムかってなりました。倍じゃん。そう、倍なの。
けんわざと負けるはむずくない？そこはちゃんと覚えてるんだ。うん倍する価値はあった、あった気がする。うまい棒の袋は膝でポンって開ける、やったことない。続いて3回、あら、ありがとうフォロー。こんばんは。ねえ、コンポタージュが一番好き。後出しのプロです。後出ししてどっちにするんですか、勝つの負けるの。うまい棒袋の中で割る派ですか。なんか割る派になりましたね。でも割るときと割らないときはあります。言い訳です、すみません。でしょうね。でさあね、割ったら床にパラパラ専用いや色と、すごい。あるのかな、背に食べやすくなる。音を立てずに食べるやつね。いつやったっけ、じゃんけんで愛子さんのアイコン見て誇張した未知のモノマネしたい。今度お話し会で見せてください。なんかザコシさんの YouTube ライブ配信してて、なんかライブ配信、再放送をライブ配信してた。ずっとなんかさっき見てたんですけど、ずっとパスタすすってた。しかも本物じゃないんですよ。勉強してるやばいやつ。そう、勉強してるやばいやつ。みちの誇張難しそうね。え、本当ですよね。何をやるんじゃろ。ナイス2ぐらいしかないかな。タイガーステップって何？こっちをしのぶ。ニヤニヤしながら打った。前をかじるとき穴から吸いながら粉飛ばないようにするしたことないかもそんな裏技ある。えいしょ。うーん、あ、そう、ザコシさんの特技なんだ。面白い。確かに。うまい棒割る派だからさ、穴がないんですよ。4等分のうまい棒にするから。まあまあ、あー、ゼロキロカロリーじゃなくなっちゃう。うまい棒のアイデンティティが、それうまい棒のアイデンティティ破壊する。うまい棒のアイデンティティ気にする人連続でおる。普通うまい棒食べながらうまいうまいって食べる派うん、あんまりしたことないか。
天国さんや。うーん、縦に割るのむずいよね。知らんけど、めっちゃ簡単よ。こうやったら 4分割なる。シンクロにして、うーん、あいつ呼ばわりされとるし、コメント欄が自由すぎる。袋の中のうまい棒の悲鳴を聞いた。ない、ごめん。初詣の時何か屋台で買った？買ってない。うーん、美しいおでこです、ありがとう。うーん、すごいのネタであいつって呼んでる。好きな駄菓子ベスト3。駄菓子、駄菓子ってことはチョコパイ入らないってことですよね。じゃあうーん、3位。うわー、え、キャラメルコーン？ベビースター入るの？ココアシガレット好き、ヤングドーナツ好き、スコーンブ好き。うん、3位クッピーラムネ、ピーピーフエラ、あ、クッピーラムネじゃない、ピーピーフエラムネ3位。PPF ラムネが3位、2位があのコンポタ太郎みたいなやつ、コンポタージュのなんか キャベツ太郎のコンポタージュのやつ、1位はタラタラしてんじゃねえよね。4位、モロッコヨーグルみたいなやつ、うまい棒でしょ。うまい棒忘れてた、うまい棒売ってるっけ。よっちゃんいかは入らないし、アビックカツね、食べたちのくらい。確かにドラチコが、あれも好きだわ、あのチョコマシュマロ、タラタラしてんじゃねえよ言われたい、ほんとチョコマシュマロかな1位。2位チョコマシュマロにしよう。1位がタラタラ、2位チョコマシュマロ、3位がなんだっけ、あれ2位なんて言ったっけ、さっき忘れちゃった。全てのお菓子界だとチョコパイが1位ですよ。あ、コンポタか。うん、
えー、チョコマシュマロ食べたくなってきた。プチプチ占い楽しんでそう。楽しんでたわ。一つだけ酸っぱいやつが入ってるな。ああ、でもあれ3人で食べるやつだよね。いや、チョコパイがいっちゃん好き。本当に一番。2位じゃがりこよね。3位、なんだろう、サワーペーパーは駄菓子な気がする。駄菓子屋さんにあるから。なんかトリマンも美味しいね。さくらんぼの餅みたいなのなんだっけ。さくらんぼ餅じゃない。たけのこの里好きだ。たけのこの里かな。アルフォートも好き。しんど。つまようじで食べるやつ。そうそうそう。スパークリングのグミ、スパークリングのグミっていう名前のグミ見たことないかも。カレーせんべいはね、好きだけどあんなにいらん。ひもきゅうはちも大好きだった。なっちゃんさんめっちゃ可愛い、ありがとう。たけのこ派、皆さんはどっちですか。あんこ食べれるよ。皆さんのトップ3教えて。あんこ玉って何。ひもきゅう生産中止。えー、そうなの。サクサクが好きだからタケノコ。えー、サクサクはキノコじゃない。まあタケノコ派閥ならいいけど。タケノコタケノコタケノコ。ヤンヤンつけば。あんこ玉からの水道水、何それ。どういうこと。え、チョコボールのキャラメル。ああ、カール最近食べた。食べてない。ラミーね、知ってるよ。お酒のやつ。金水のキャラメル。ウケる。うんうんうん。サクサクがタケノコでパキポキがキノ。パキポキって何。タケノコタケノコ。タケノコはタケノコがクッキーで、キノコはビスケットなんですよ。知ってました、皆さん。私はもうクッキーが大好きだからタケノコ派です。カールは西日本では売ってるんですよ。逆だよ。え、逆？嘘、逆じゃないでしょ。メルティーキス、うん、キノコはクラッカーだと思ってた。確かに。でもクッキーとビスケットって言ってた。ごめん、分かり合いそうにない方向性の違いが。あ、バンド解散。解散解散。タケノコがクッキーでキノコはクラッカー。え、そうなの？だって。
違いましたって。クッキーとビスケット、だって言ってたもん、誰かがクッキーとビスケットって聞いたもん。キノコの切り株知らん。あ、知ってるかも。シンプルな嘘つき。私じゃない、私は被害者、被害者私は騙された人ですから。え、ちゃんと調べるし。じゃあタケノコキノコ違い、これでビスケットって書いてあったらどうする？どうする？あ、クラッカーって書いてあるわ。サクサクの香ばしいクラッカー。親がタケノコとキノコ持ってきました今。絶対ほら、いいよいいよ。悲しい、クラッカーだ。サクサクの口どけいいクッキー、サクサクの香ばしいクラッカー。そう、家にあったの、年始用に、年始用に親が買ってたクラッカーなんかい。じゃん、クッキーとビスケットの違いを教えてあげます。日本ではビスケットとクッキー両方の名前が使われていますが、本来同じものを指します。アメリカでは私たちが食べているビスケットやクッキーは全てクッキーと呼ばれ、ビスケットは柔らかい菓子パンのことを言います。またイギリスにはクッキーという言葉自体がないので、ビスケットで統一されています。ただ菓子業界では糖分や油分が多めの手作り風のものをクッキーと呼んでも良いという決まりがあり、区別して使われることもあります。イギリスではビスケット、アメリカではクッキー、フランスではビスキュイ、ドイツではビスキュイートなどと呼ばれていますてですって。糖分と脂肪分の割合によって言い分けてるらしいよ、日本は。うーん、言い訳んでいいやん。じゃあドイツのくせ。イルカとクジラみたいなもん。確かに、イルカもクジラも一緒やもんね。でした。それを踏まえて、タケノコ派とキノコ派どっちですか？タケノコ、タケノコ、タケノコ、キノコ、タケ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 ノコ、キノコ、キノコ、タケノコ、タケノコ、タケノコ、キノコ、タケノコ、タキノコ、キノコ、キノコ、タケノコ、タケノコ、ツチノコ。ジョイマンみたいなやつだ。キノコ、ノコ、ノコ、キノコ、うまい棒、タケノコ、クッキー、タケノコ、タケ、タケノコ、タケノコ、ピノキオ、タケノコ、タケノコ、
よーって同僚に答えたら叱られました。両方の人はあのさ小さいパックが4個ついてるやつ最高ですよね。読んだ後に積もるの好きすぎた。後から来ましたね脳の回転が。たけのこたけのこ、皆さんの駄菓子トップ3は？でもなんか前キノコが飼ってましたよ。毎年だっけな、普通に明治さんがアンケート取っとんよ。タケノコとキノコ、キットカット確かに好き。キャベツ太郎、かりんとうさっき打ちましたそうですか、ちょっと遡れなくなっちゃいました、ごめんなさい。ヤングドーナツ、ヨーグルト味のタブレット、ああヨーグレット、プクタイ、プクプクタイも好き。チョコパイしか買ったそれな。2019はキノコ買った。うん、2020はタケノコ。小枝、小枝わかる。歌舞伎揚げも好き。たらたらビッグカッちゃん、食べ比べ感わかる。うわ確かにシミチョココーンも好きだ。ハートチップル、カレーせんべい、フェリックスガム、フェリックスガムってなんだっけ。じゃあなんかさお店とかにさ入ってさ、例えば車のさ車検とかに行ってさ、あの待合室みたいなところでさ、あの紙皿にお菓子が置かれとったりするやん、とかなんかそういう待つ系の時に美容室に行ってお菓子ちょっとくれたりする時とかあるやん。そういう待つ系の時に置いてあったら一番嬉しいお菓子ランキング、お菓子ランキングというかお菓子選手権しましょう。もう絶妙なところ、ゴディバ違う、うん、もうちょっと絶妙なハッピーターン、確かにアルフォーとかカントリーマン、確かにチョコパイ、ああそのチョコパイ置いてあったら一番ですね。だってチョコパイって一つでさ満足感も大きいもん。チーズおかけはわかる、ブラックサンダー、バームロール、うん、うん、うんうん、アルマンドね、なんかちょうどいいのないかな、ちょうどいいの、うわそれだわみたいな。ゴディバのクッキー、それはベスト3と一緒では、いやなんか万人受けするみたいな感じの意味です。みんなが共感するであろうやつを出すっていうこと。やっぱキットカットかな、雪の宿。でも確かにそういうところに置いてあって、えこれ懐かしいってなるのもいいよね。だからその懐かしさも合わさっとれば点が高くなるかもしれない。なんか盛り上がってる。白い恋人。豚麺は置いとったら大変でしょ。
あ、パラソルチョコいいね。バカウケ結構妹の楽屋バカウケ置いてある。妹の楽屋はバカウケかミニビッツみたいな、なんかチョコレートが置いてあります。大体その2つが。ミニビッツはいろんな現場に置いてありがち。なんかウエハースとかさ、パフとかいちごとかいろいろ入っとるチョコのやつ。バカウケオムライス味、そんなのあるんですか。あ、カルパス嬉しいかも。ちょっとカルパス来てますわ、私の中で今。カルパス優勢。ヤクルト。いや、じゃがりことかはさ、そんなところにさ置いてあってもさ食べれんやん、すぐにさ。すぐにっていうか開けるのもちょっとためらっちゃうし、ゴディバもなんかいただいていいのかなみたいな気持ちになるっていう、そういうなんか何の邪念もなく、これ置いてある嬉しいみたいな感じの、あのちょうどいいところを狙っていきたかったんですよ。だから個包装の一個パクッと食べれる感じのが有利だと思うんですけど。おはぎ話聞いてないやろ。親の背についててない。花畑牧場の生キャラメル、いやそれは嬉しい、大好き。あれ、四角いチョコみたいな名前なんだっけ、なんだっけ、わかるよ。ロロじゃないかも。あ、チロルチョコ、そうロー入っとった。銀だこ冷めてそう。カステラ、あ、キシチョコもいいね。全然違うね。そう、2文字目だった、2文字目が頭に出てた。ピターンも素敵。ねるねるねるでも大変、水汲みに行くのとか恥ずかしいもん、車検行って。答えありますか。答えないですね。チュッパチャップス、確かに。でも持って帰るしかないやん、その場で飲め始めて車検してさ、話しとったりしてさ、ちょっと申し訳ないじゃん。マルルンマンホワイトチョコ、なんじゃそりゃ。いやいやいや、パワー長見さん面白い。そうかな。モンスター置いてあったら、モンスター、私モンスター飲んだことある記憶あまりないんですよね。ねるねるねるね、相当待たせる気だなと思って笑える。確かに。
でもさ冷静に考えて、楽しいって言った方冷静に考えて、自分が車検に行ってさ、ちょっとここで待っててくださいって言われてさ、座ったここにさ、ねるねるねるねがあってさ、あ、ねるねるねるねじゃ作ろうってなる？なるんか。あー、カメしかない、モニタリング、ドッキリかと思う。あー、結構なる人が多かった。なるなるなる。ああ、そっか。まあなるんだったらいいや。自分なちょっと恥ずかしいかもしれない、車屋さんでねるねるするのは。ちょっとむしろテンション上がってねるねるねるもらっていいんですかってこっちから聞く。おねくゼリーね、いいよね。チュロス、ねる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 って呼んだ。ねるねる置かれていてスルーしたら、あ、そっち側の人なんだって思われそう。いや、大体スルーでしょ。きびだんご、いいね。歌舞伎揚げ大好きですよ。歌舞伎揚げはめっちゃ持って帰ります、私好きすぎて。でも一時期ねるねるねるね、私めっちゃハマってた時期あって、3、4年前かな。味が好きでした。あとなんか配信用になんかチーク菓子配信してた。なんかなんだっけ、お祭り屋さんみたいなとか、あれの味が好きって人初めて見た。あの感じがよくない？なんかね、リンゴ味があって期間限定みたいなやつだったんですけど、それがめっちゃ美味しかった。食べたことないんかい。ジュースとか飲むの何が好き？何が好きだろう。オロナミン C、 カフェオレ、オレンジ好き。リンゴの丸かししたことある。三ツ矢サイダーも好き。あれ、あんなケミカルなのに。ケミカル全部植物性。あ、そうなんですか。え、じゃあ体にいいってこと？ジュースとかペットボトルもストロー、いや飲まないですね。
だってこれストローで飲むやつやもん。穴がある。寝れば寝るほど体にいるし、寝れば寝るほど、絶対嘘やん。フルーツの紅茶のやつなんだ、緑虫ジュース。ピンモンはストローがマスト。そんなやってるんですか、ピンモンストロー。本当？知ってる知ってる。しわしわの祖母の手を離れ。ピンクのリュックでしょ。君にいいことがあるように。でも本当に本当にピンクのリュックで、そのピンモンストローでマイメロちゃんつけて、すごいここのここの線がこうこうなってるっていうか、いらっしゃるっていうか、そうすごいよね。なんか社会現象というかさ、すごいなって思う。流行りなの、なんて言ったらいいのか分かんないけど、そうそうそう。でそれがなんかさ、普通に想像じゃなくていらっしゃるっていうのがすごい。そう MCM のリック、そうそうそう、ふふ。うん、なんで未知の音がずっと聞いてた。そんな難しい。ゆで卵うん、行ったことある、ありますね。行きましたね、おめでとう。そう、このストローは紙じゃないです。まあ結構何年も前からある、このストロー。広島にもおりますよ、本通り歩いとったら。で違います。今度声かけてみよう。なんて、初めて触れたこの部屋でピンも飲んだことないかも。一回あるかな、ないかも。ちょっと好きです。いいと思う。ピンもマジでうまいよ。そうなの、あのなんて言うんですっけ、そういうの、そういうドリンクあんまり飲まないんですよ。あ、エナジードリンク、そうそうそう。黄色もん黄色もん。チョコパイアイス食べたことある？ほぼなんかチョコパイ、チョコパイ冷凍庫に入れたらできるって感じがしました。サッカー場では何飲んでる？なんだろう、ファンタかゴゴティかお水かお茶。いや面白い。うん、ラジー好きなれば、そう
えなかつしてたね。こんばんは。糖水はあんまり飲んでないです。ファンタはグレープ、そうグレート映画館に行ってないですね。行きたいけど、あなたの番ですみたい。コンフィデンスマン JP 見たい、ベノム見たい、グー、あれも見たいんですよね、あれボスベイビー。スパイダーマンも今してるんですか。今しとるけん、あれなんか呪術回戦も今やってるんですか。髪上げてるとダーコっぽいね。嬉しい、ほんまに長澤まさみさんになりたい私。長澤まさみさんと新垣結衣さんのハーフになりたい。あ、今やっとんじゃん。あ、そうなんや。贅沢言うな。ひどい、辛辣。わかりました、なんとかしています。ブルダックポックミはなんでいきなりなんでいきなりブルダックポックミを最強合体ね、とても好きなんです。ありました、なんとかしてよ。ほんとキングダム感ある。ほんと テレビでラッキーさん見かけると、あ、道出てると思うよね。言ってるからね、私が多分いっぱい。ティーン藤岡さんと向川治さん、ほーえー、どんな顔だろう。足したら星野さんになりたい。アイマックスはすごい。あ、そうなの。もっと細かくどちらの方のどこになりたいか教えて。いや、どこがどうっていう話じゃないんですよね。人として好き。そう、実は辛辣なの好きです。季節大嫌いです。吉岡里帆さんの顔好きなのでそこも混ぜてもらって。確かに、でもこの前吉岡里帆さんに見えるってヒッピーさんに言われたんですよ私。前も言ったかもしれない、その日に言ったかもしれない。なんかベージュの、ベージュなんかね、透明感メイクをしてたんですよ。透明感が出るよって言われてるコスメばっかを使ってベージュメイクしてたら、今日吉岡里帆さんに見える、ヒッピーさんに言われて、あ、そうそうそう、テンション上がってからその日にやってたメイク、その日後日結構続けました。そのメイクしたら自分は吉岡里帆さんになれると思って。
あ、ひどい。お世辞って知ってる。でもさ、いつも会ってる、毎週ほぼ毎週会っててさ、ほぼ毎週会ってて今日そう見えるってことは、いつもよりちょっと近づいてるってことなんですよ。そう見えるっていうだけで、そっくりだねって言われてるわけじゃないから。でもいつもよりはそうってことでしょ。だってそうじゃないって言わんやん、いつも会ってるんだから。わかる？でもそのメイクの透明感メイクだから、やっぱ吉岡里帆さんは透明感があるのかなって思って。うんうん。もう。まあね。そういうことです。誰かに似てるって言われるのはやっぱり嬉しいことなの。いやー、でもね、あんまり嬉しがってちゃダメですよねとは思う。自分が憧れてる人だったら嬉しいんじゃないですか。でもあんまりいい方がいいやん。本当はね。もうすぐ寝ろうとしちゃう。そうね。そうです。でもなんかハゲてきてる。ファンの人に前の彼女に似てるって言われたりする？でも 2,3 回言われたことあるかも。今日もエゴサしたら、今村に三月にのっていうのが2個出てきた。最近はあの元宝塚の方に似てるって2回言われた。違う人で、しかも。似てる確率高いんだと思う。舞台映えする顔ってことだね。ねえ、優しい女型の方でした。両方言っていただいたのはね。そう、前髪上げとんよ。どなただったかな、なんかね、すごい可愛い名前の方と星みたいな、明かりみたいな、もう一方ちょっと忘れちゃった。
リツイートしていただいてたんですけど、消されたるかも。消されてますわ。そう、分からん。あのね、一人はあの声出しの時に言っていただいたんですよ。ずっと忘れちゃった。ごめん。そう、でもなんかそれもね、お世辞かもしれませんよ。もう何がお世辞なのかお世辞じゃないのかなんてわからないですけれども、あの酒蔵の娘をね見に来てくれた方がすごい映像映えするって言ってくださって、嬉しかった。そうそう、ルカリオに似てる。ウレピ、うちの配信楽しすぎて読書がしそうな読書、うん、レクロは最近言われない？言われないですね。一人しか言ってなかったしね。もっともっと、の時の長澤さんと荒木さん、いや難しいな。日曜か今日。マジだ。TikTok だ。やばいやばい。取りためてるものないや。頑張ろう。それでは壇上を見ます。13位トムトムさん、12位ホジェさん、11位長谷川さん、10位ユージロマルさん、9位ランサさん、8位ヤスくんさん、7位ブルーさん、6位ジャストミトさん、5位坪ユウスケさん、4位ギルスさん、3位なんちゃんさん、2位中原さん、1位ドゥルルンちゃん。ドラッキーさんでした、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンジちゃん、オフちゃんでした、ありがとう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。またね。ありがとう。良い睡眠を。バイバーイ。ありがとう。いやいや。